たやんチャンネルです。今日はね、肉じゃがとですね、あの小松菜とひき鶏ひき肉のなんか子供が好きなんかすぐできる簡単なやつやけど、どうせすぐできません。やります。ね、あの幸恵さん、バタ友の幸恵さんからインカの目覚めと玉ねぎというのをいただきました。たくさんいただきましたので、これがインカの目覚めというじゃがいもです。聞いたことはあるけど食べたことがないわ。楽しみ。これもフラノ富田メロンハウスの旬をお届けいただきましてありがとうございます。ちょっとちょうどシチューとかも作ってみたいな。私がほらシチュー、あ、今日どうですかマイクね。今日はもうしっかり充電の方してますので大丈夫だと思います。ここがちょっと汚かったわ。よっしゃ、今日も行きますか。もう見てください、ちっとも痛くない、右も左も。何だったんだろう、あれ四十肩だったな私。何だったんだろう。だから私ね、こんな歌あれやけど、あの肛門科の先生のとこ私知らんと言ってたけど、でも整形外科も入ってんのよあの先生。あの先生だから2週間で痛みが取れてとか言って、はぁ何言ってんのと思ったけど、ほんまに2週間もかかれへんかったわ。あのシップが良かったのか。だから私結構思うのが、まず第一、本当に四十肩だったんですかっていう話。私は本当に四十肩だったんでしょうかということと、あとはやっぱり私がずっとこうやってマイク持って2日連続ずっと喋ってたから、それでなんかここがなんか、でもそんな関係ないか。あともう一個、この早く治った理由の一つが、私すっごい肩回しみたいなのずっとやってたから、肩の周りのねほぐす、あの例えばこうグーッとこう上に上げたりとか、なんかいろんな運動してたの、こうやったりとか、それで治りが早くなったのか、まあ、結局なぜだかは分からないですということが最終結果です。最終結果分かりません。これが最終結果です。よいしょ、これでいこうか。でこれいつでもできるようにこれは買っておいて。こんなんすごいな、賞味期限ね来年の8月やで。どんだけ持つねんこれ、まあ、大丈夫かなこれ。何でもかんでもすごいな今の時代。今日、あ、変なってないな。はあ、んで何すんの。先じゃがいもとかからもやっていこうか。これでいっか。これはお米とぎ用やけど、これにしましょう。私いつもっていうか関係ないけど、これほんまに肩治ってよかったわ。私ほんまにもう年越すやろな思ったから、この肩の痛みが。だって1年とか2年とか言うと思うねんから。でいろいろ調べてたら、なんかもうとにかく夜も寝られないぐらい痛いとかさ、もうそんなんなったらもう嫌やね。私あんまりこれでせえへんねんけど、これでやってみようかな。この方が早いんかな。やっぱ私これで慣れてないねん。なんかこれいつも食べるじゃがいもと色が違う。黄色い中が黄色いわ。中が黄色いわ。わかるかな。ほらね、黄色い。いやこれ普通にじゃがバタしたら美味しそうやわ。こんなんで私こっちの方が早い気がすんねんな。じゃあ私は皮むき器をいつ使ってんねんって言ったら、もう人参も皮むかなくてそのまま食べていいよってみんなに言われて、私皮むき器使うことってじゃあいつあんねやろ。皮むき器使う時がないわ。まあいつか来るんやろうけど、旦那がなんか作ってくれた時じゃがいもやってはったけどな。へえ、すごい黄色い。何これ。
あら、美味しそうだよ、これは。いや、これ普通のじゃがバタやな。週末じゃがバタしてみよう。ていうか、これでポテトフライしたらめっちゃ美味しそうやな。発揮しまして。ねえ。ポテトフライもバカにできんからな。美味しいポテトフライがあるから。ありがとうございます、サチエさん。もう本当に。なんか、食材助かります、本当に。申し訳ないです。はあ、ちゃうね。ほんでな、肩が治ったのはいいねんけど、次、背中全体がむっちゃ痛いね。あの、筋肉痛みたいな雰囲気で始めたいなと思ったけど、つってんのと筋肉痛の間みたいな。むちゃくちゃ痛い。姿勢悪いんかな。だから多分肩痛いのをかばってなんか変な体勢してたんやろうな、この何日間か、一週間ぐらい。それが次背中に来てるとしか思われへん。だからな、膝が悪かったら次は肩に来るとかさ、いろいろあるやん。じゃあ膝が悪かったら次は股関節とかよう言わない。だからほんま気をつけなか、皆さん。もういよいよいろんなことになってます。体の節々が痛い。これはちょっと膝は絶対痛くなりたくないわ。これで膝なんかもういろいろ、もういろんな。だから私足パカみたいになってるけど、ほんまは屈伸運動的なことやった方がいいんやろね。こうスクワットみたいな、絶対スクワットが絶対に。ただ今これ持ちながらスクワットはもうほんまただのアホです。もう血出るやろ。ちょっと気抜いたら血出ますからね。よいしょ。うわ、それにしてもこれはとっても黄色くて栗みたいな雰囲気やわ。栗、とうとう私の中では今日も12月に入りましたいう感じやけど、あっという間に1年半終わるな。これあっという間に50になるわ。ただ私50なりたないなって全然思えへんねんな。逆にちょっと早く50になって、自分がどんな50か、どんな50なんやろ。っていうか逆に言うたら私何歳まで生きられてどんな感じなんやろ。分かれへんやん、どこでどう病気なるか、ね、今はまあ四十肩にはなるとしたって言うたってまた健康やからさ、私あんまりそんな入院するようなありがたいことに今のところね。でも人生何がどうなるか分かれへんからな、こればっかりは。黒くなってるとこだけど、どこかな。お腹減ったな。お腹が空いた。お腹が空きまんぼうです。よし、もうちょっとだけ入れようかな、私。もうちょっと入れようかな、じゃがいも。なんかすぐなくなりそうな気がする。このじゃがいもめっちゃ美味しそう。今何個、6個、あと3個したろ。ベランダがめちゃめちゃ寒いからベランダに置いてるんです。ベランダに置いてるんです。鍋の大きさが悩むな、こうなってくると。まあみんなの中では何悩むんですかいう感じか知らんけど、悩むんですよ。よいしょ。なんだかんだで早くできるかな。あとお母さんがまたこの前トウモロコシ美味しかったよったら、またもらったから送ってあげると送ってきてくれたけど、ちょっと傷んでたから、また先っちょの方だけ切ってまたやろうかな。
チンするやつだけな。それで十分だ。お腹すいた。強くなれる理由を知った。お母さんがいっぱいキウイ送ってくれたから、あのキウイをちょっといっぱいスプーンで取って食べた方がいいって言うねんけど、スプーンで取るよりも剥いた方がなんぼか身が食べられんのよ。よっしゃ、実家帰るの楽しみだな本当に。でもこれ次これ第6波って来んのかな。私1個思うねんけど、みんなどこの国も第6波来てるやん。だから日本も来るって、これじゃ怒れたらさ何の意味もないやん。どっか第6波来てるから、その原因は何かを探って第6波来ないようにしていただきたいねんけど、そうするよね普通やったら。ああ案の定第6波来たなーで、ちょっとそれ案の定じゃないねんけど、ちょっとなんで来たかとか、ちょっとだから早めにまたもうワクチン次3回目打った方がいいんやったら、もう早く打ちたいわ。そうなったら。ただあの子供たちがこの前もバタヤンランチ会でさ、ほらみんなもうね大人も副作用出たりする人、私は何も副作用なかった。だから私も体がおばあさんなんかな、全然副作用がなかったんけど、でもな人によったらね、劇団ひとりくんとか熱40度出たとかなんやとか言うてるやん。ほんで女の子、この前バタヤン宴会の時にね、中学生の子かなんかがワクチン接種して、12歳から打てるから今ほな生理が止まったりとか、私そんなんなったらそんなん聞いてないよね、なんか今までの大人が打っていった中のニュースで。どうなるんやろそれ。その12歳という年齢もどっから来たんやろうな、そもそも、そもそもがね。他の国ではもっとちっちゃい時から打つところもあるとか言っても、難しい問題やな。私でもなんか子供たちのなんかいろんな予防接種みたいなまだ打ってないのあるわ、行かなあかんわ。なんか4歳ぐらいまでのやつ絶対行かなあかんような、バババって言ってんねんけど、そっからたまにちょこちょこ来るやつ行ってないな、行かなあかんな。何やったかなあれ、何を言ってないんかもちょっと見てないわ。一応紙置いてんねんけど、日本農園の2回目とかやったかな、なんか行かなあかんやつあるよね。あー目痛い。よっしゃ、ツツ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 、ほらもうこの前これが痛かったってよっぽどやで、このこれが痛かったんやから。だからこうやる時もここに力って入ってんねんな、支点力点作用点みたいなことかしら、よう知らんけど、勉強なんせ勉強できませんから、勉強ができません。この玉ねぎも甘くとろっとなって美味しそうやな、ちょっと大きめに切っとこう。あババアの可愛い感じ、あおマイケルジャクソン、あおマイケルジャクソンもすごいな、ああいうよう考えたらほんま全世界の人にあんだけファンがおるってすごいことじゃない、マイケルジャクソン。むちゃくちゃ目痛いわ、ほんで私ああ目痛い、もう嫌だ、目が痛いよ。でなんでわざわざこんなことするんですかって、
私は浜内千奈美先生に新婚の時にお料理の番組でお世話になって、ちょっとしてこうやって玉ねぎの大きさを揃えなさいってこの野郎言われたんですよ。落ちたじゃねえかこの野郎、口は悪いし、はあ、に小松菜切っとこうかな。もうちょっと小松、あ、もういっか。もうちょこちょこなんかまた洗ってやったりとこ。お肉切ろう。肉じゃが作るの久しぶりな気がすんな。いつもじゃなんでまたお肉やのにひき肉すんねんいう感じやねんけど。これね冷蔵庫の一番この方から出てきたから、これ大丈夫かなこれ。冷凍焼きみたいにしてたから多分忘れ去られてたお肉やこれな。大丈夫でしょ。あ、ちょっと量が多すぎるかな今日お肉が。まあ少ないよりいいでしょ。大サービス、大サービスや。お肉どう思う？十徳鍋のいっちゃんでっかいのできるからこれ。どう考えてこれ肉大盛りすぎるやろこれ。はい、わこれまたバタヤンランチ結構はもうこき、うん、よっしゃ。でもね、私この前ほら、あの松本伊代さん、あの今年最後のクスクス子育てママトーク、あの出ていただいた時に、なんか多分伊代さんが優しいから一応バタヤンチャンネル見とこうって見てくださったんやろね。その時この料理してるところを撮って見てくれたみたいねんけど、あれ自分で撮ってるのとか言って、あ、そうなんですよとか言って、ですっごいキッチンが綺麗で全然汚れないねって言って、へい、まあ、ボールいつもこんな出してますけど、でこのゴミ箱を真似するって言ってあったわ。私もなんかとにかくぐちゃぐちゃなんでってもうあのゴミ箱真似しようと思ってるとか言って、私これなんかすんげえ量で作らなあかんのかな、どうしたいんでしょうか。かといってな、これで入るかな、てんこ盛りなりそうかな、ちょうどいいかな。あ、なんかルクルーゼわざわざ出すのもな、ルクルーゼ出そうか。なんか大ごとみたいな感じするな、やっぱルクルーゼええわ。よし、よいしょ。あー、これ買ってこなかった。やっぱこれ手つけようかな、持つところ。これのね、いいねんけど、これこう、ほら、このプラスチックみたいなのついてへんから、これをつけないと、手で持たれ。で、たけのこの味噌汁。たけのこと、玉ねぎの味噌汁しようか。玉ねぎが前の玉ねぎ残ってるか。あ、たけのことしいたけの味噌汁でいいわ。たけのことしいたけの味噌汁。このし、こればっかり作ってる気がするな、私そういえば。たけのことしいたけばっかり作ってる気がするな。
皆さんは今回帰省されるんですか。私はちょっとがっつり帰りますよ。もうめちゃひっつくやんけこれ。なんでやねん、いってえなこの野郎。めっちゃひっつくやん下に。なんで、なんでですか。油の量が少なかったんかな。どう考えても、もうちょっと引く。今さら、今さらをです。油がないわ。あ、めっちゃお腹すいた。で、今からこれ作ってやったらお兄ちゃんたちを迎えに行ってきます。お兄ちゃんたちを迎えに行ってきまんにゃわ。そやな、私が玉ねぎを、じゃシチューを、あの石坂京子先生作ってたから、石坂京子先生にあのなんかインスタに作り方を載せてくださってる。私全然インスタもやってない。あかんわもう。あれね、インスタってね、もともともインスタライブ、例えばこれで生配信を急に始め、あ、これちゃうわ、あ、この YouTube で生配信毎週金曜日やってるやん、宴会とかランチとか。でそれを急に一人でやりたいと思ってもやっぱあかんのよ、なんかなぜか。だからインスタを始めたら自分の好きなタイミングでできるということでね。でお母さんがこのインスタの方を登録しとんねん。ほんで私はボイシーを登録してほしいねんけどな。お母さんとかずっと一人でさ、お店番やってるから、ああいうラジオみたいな一番いいと思うのよ。座ってこう事務の作業みたいなするやん。でも私自分自身が全然ラジオって今聞けへんけど、ラジオって皆さんなんか聞いてんのある？私ちょっと前までは須田まさきくん聞いてたんやけどな、今はもう全然聞かなくなっちゃったもんで。いけそうやな、いけそうですら。よかった、あのでっかい方にしやんで。ちょっとな、折れないでできた。おーすごい、頑張った。あかりちゃんもうそれでお菓子やめてよ。じゃ、なんじゃない、お菓子やめてね。お兄ちゃんたちサッカー行ってるから暇人やん。これもうちょっとホクホクなるまで炒めた方がいいかな。もっと炒めるもんなんですか。いや、このじゃがいもマジでめっちゃ美味しそうやねんけど。何これ、うちの旦那さんがむちゃくちゃじゃがいも好きなのよ。じゃがいもがむちゃくちゃ好きやから、これは喜びますよ。まあいいか、水入れていって。んで、私だからさ、このあ、私この前のあれめちゃくちゃ美味しかったけどな。私はね、あの誰あれ、村上ちゃんの、森さんちの村上ちゃんの、あの
白滝のなんとかって、うちはこのいとこ結びこんにゃくしか食べたことないから、結んでなかったらもうあかんのかしら、いい加減にしてほしいわ本当に。水が200、何でもかんでも全然測らへんのもあればめちゃくちゃ測るやつも、これ水200で足りへんやろ、このかんな機種で。でも意外と味染みてくんのよこれ。傘減ってくるかな、傘減ってくるかな、これもう100入れてみようか。うん、よいしょ、酒みりん砂糖みりん酒砂糖みりん第2、ちょっと多めにしとこうか。酒第2、砂糖さん、これで1、あれ分からんくなってきたぞ。これで小さじ、あ、じゃ大さじ2、大さじ3、3から4やから大さじ3と小さじ1入れといたら、これ砂糖が上の中に全然あららら、どうしましょう。これでちょんちょんちょん、最後に水入れてよかったな、バカだな。ええわ、なんとかなるやろ。せっかくおいしいのいただいたのにね。よし、味噌汁よいしょ、これすい完食らしい、よこいせ。なんか旅行も行きたいなと思うけど、なかなか無理かも。結局なんか、だから小原さん沖縄行ったみたいな感じやったけど、ええタイミングで行ってんねんな。あの子旅行好きやわ。今までよう旅行せんと我慢してたな、逆に。だって毎年ハワイ、毎年ハワイやないと、月に3回から4回ぐらい近場、沖縄、何あれ、あそこハワイ言うて、すぐどっか行くだあの子すぐどっか行くだあの子、ほんま楽しいんかな。まあ、コウミちゃんもちょっと大きなったからと思うけど、子供がちっちゃい時って私旅行楽しいより大変なイメージしかないから、あんだけ旅行行くの偉いわ、逆に。お金も持ってるんでしょうね。わてございませんので。くるくるって回ったら沸騰した証拠やねん。全体的に火が通ってきた証拠っていうのが
玉ねぎが取ろうとしたらまた何か変わってきそうかな。でも私旅行行くんやったらどこがいいかな。旅行か、そこまで温泉が好きっていうわけでもないねんな。じゃあ何が好きや言ったらやっぱ夜お酒飲むの好きなのよはっきし言って。だから美味しいご飯のとこ行きたいね。行くんやったらな。でもまた子供が小学校の間でも来年は行かねんか。お兄ちゃんが小学校6年でしょ。それってなんか一番最後の大会やからさ、そんなんもう家族旅行でちょっと休みますっていうのはさすがに余裕はへんからな。すべてのことが最後の大会になっていく場合、とにかく大きい怪我せんといてほしいわ。もうあの子結構さ、あの骨折とか足の毛が多いから、うちの長男坊もうそれで一回も骨折せえへんか思うねんで。やっぱりあとシーバー病っていうのがあんのかな、サッカー特有の。なんか足の甲どっか痛いな、足の裏かどっかが。私はそんなんなってへんけど、そんなんもあるらしい。そんなんなったらほんまに全然もう、そんなんもあんねん。 若い子と、あとすごい過度なあのあれする子ね、運動する人たちに特有の病気とか。でもこれからさ、まだ早いかもしれないけど、中学ぐらいになったら成長期で成長痛とかも出てくんねやろうな。それこそくるくる回んで見ときや。ほらほらほら、これなったらもう沸騰してます。ほらほら沸騰してます。これやったらこのまま火止めてもいいみたいな感じやねんけど。ほんでここで次はだしの素。これ全然ひたひたなってませんけどいいんですかね。なんか私さ、ケイチョンチャンネルさんのさあれでさ、何やったっけ、私よう知らんかったんやけど、コメント欄にあったわ、ケイチョンチャンネル2021の流行語大賞みたいな、ノミネートされてました。嬉しいな。まあノミネートされたところでなんかそんななるとは思われへんけど、なるとは思われないけども、10分煮込め言われたらもうほんまアホみたいに10分煮込みますからね。次回れへんやろ、なんやろこれ。こうやって次回れへんでしょ。うわっ、この野郎、加減が分からん。もう何にも出えへんわ。何やろ、この玉ねぎとか美味しい玉ねぎとかやからアクとかないんかな。そんなことあんの。
よし、でこれやってる間に小松菜切りましょうか。小松菜先生、私がこれもういつのレシピ、痛痛痛痛、背中が痛いね、次はむちゃくちゃやで。だからもうなんか硬い、だから全然上半身の運動ができてないんだよ。これちなみにうちの、まあ、肉じゃがのレシピなんかいっか、みんな勝手になんかいろいろやれはんもんな。でも私は肉じゃがを作られへんけど、でも肉じゃがって待って待って、醤油、酒、みりん、うん、だしの素言うたらあれと一緒なんだよね。これあれと一緒や、何やったっけあれ、あのほらおでん、おでんが出へんで、ね、いい加減してよ、いい加減にいい加減にいい加減にして、小松菜を先生、あ、私待って、あと20分で出なあかんな、あと20分で出ないといけません。うちの一番下の子がこんなんあんまり嫌やとか言うてたけど、こんなん嫌とか言ったけど、食べたら美味しい美味しいってパクパク食べんねんから、へへへ、いつも何でも食べないでやると食べたら美味しいでしょってね。ちっちゃく切った料理のレパートリーないかな。明日はピザが食べたいって言われたからピザにしてみようか。うん、この野郎、よっしゃ、これ自分がこれやってる時と1週間後ぐらいになってんのよね、大体が。1週間前に。だから皆さんコメント欄に、私が四十肩の時にね、そんな時は何も私だったら作らないとか作ってなかったとかだけど、いや私もそれ、じゃあ何にも配信せえへん日があってもええってことなんかな。四十肩のため。おしゃべり料理をお休みしますって、そうなったそうなったでまたなんか、まあええんかね。でもなんかこれなんかさ、それこそさ、せやな、なんかおしゃべり料理もさ、ほんまにコロナが何にもなくなったら、このなんか、あ、なんか吹いてきたぞ、これくるくる回ります、ほら何がしたい。おしゃべり料理も誰かバトトモさんのお家に行ってとかやって、あ、美味しそう、やってみて、全然あれが出てないわ。よっしゃ、んで、よし、これこっちで、こっちでやろうか。やっぱこの三口っていいよね。三口っつうのは非常にいいです。ひき肉200やけど、これも
このまま全部いってまいりましょう。賞味期限が明日までとなっておりますから。よいしょ。そんなん言ったらな、例えばやけど隣の晩ご飯って昔あったやん、なんか番組、米助さんの番組で急に人ん家行ってご飯食べさせてくださいみたいな、ご飯を、あ、茶碗、あれどうなったっけ、なんかこうお盆みたいなの持ってお皿持ってて、でいろんなところから一品ずつなんかもらって最後食べるみたいなやつやったっけな、それみたいに隣の台所みたいな、いろんな 人ん家の台所行って勝手に借りてなんか作るとか。いやちゃうわ、せっかくやからなんか作って、あ、なんかあなたの得意料理を教えてくださいとかがいいか、あなたの得意料理を教えてくださいってね。そんなんいいな、そんなんええやん、そんなんええわ、あなたの得意料理を教えてくださいってやつ。得意料理、じゃあ私が誰かね、そういう番組があって得意料理をお願い作ってくださいって言われたら何作ろうかな。そんなパパッと作らなあかんのに、アホみたいにおでんですとか言って、おでんを何時間も煮込んで、うん、そんな大迷惑やら、そんな来てくれた人のパッと、あ、じゃあ私納豆もやし炒めやな、納豆もやし炒め、あれも10分でできるから納豆野菜炒めがいいわ。うんうん、そうしよう。なんかわたみで食べたいわ。でもわたみの当時のメニューを食べたいな。わたみの焼きうどんって美味しかったんだよね。私いつも、そう、あの半額で食べられたんだったかな、わたみで働いてる人は。だからいつも私焼きうどんとネギトロ巻きをよく食べてた。懐かしいな。それで300円ぐらいで食べられたんかな、2つを半額で、社員バイト割みたいなんで賄い。私高円寺の南口でバイトしててんけど、あそこってまで潰れんとあんのかな、多分あそこ渡部の1号店やったと思うねんけど、ちゃうか、ちゃうかな。はい、お電話ありがとうございます。高円寺南口店、あれ何て言ったっけ、はい、お電話ありがとうございます。渡部高円寺南口店でございます。あ、これ、はい、お電話ありがとうございます。渡見高円寺南口店でございます。懐かしいな。いらっしゃいませお客様って、いらっしゃいませこんばんはって言ってた、お客様言ってたっけ、いらっしゃいませこんばんは、あれ、いらっしゃいませお客様、いやこんばんはやな、いらっしゃいませこんばんは、これやな、働き者やってんじゃん私、なかなかの中の働き者だったんですよ、こう見えて。だからほんまいつも居酒屋やりたい言うてるけど、スナックやりたいけど、ほんまにスナックしたい。この前旦那がきで撮ったけどな、本気で言ってたんだそれって。いや本気もクソも、本気も何も、本気ですよ私は、私は本気だ。でも私さ、このお正月帰った時にいつも遊んでる坂本北野っていう子がおんねんけど、坂本北野と飲むのと、あとちょっとあのスマイルママのスタッフチームとちょっといつものお礼を兼ねてお食事行くのと、まあ、急に飲むのにお食事って言い換えたけど、あとは旦那の
あともう一回これお父さんかどうか二人飲みに行こうって言うやろな。それ行くのと。ねえ、こんなん言ってさ、急に行かれへんくなったらどうしよう。なんか第6波がうんぬんかんのでないよね。もう勘弁してやん、もう私。嫌だよ、本当にそれ。こんなに楽しい楽しみ楽しみ言うてんのに、そんなんなってほしくないねんけど、ほんと。勘弁してくださいよ。よっしゃ。めんつゆ第3。めんつゆ第3。3倍濃縮のめんつゆが第3。酒第3。砂糖第2。皆さん覚えてください。めんつゆ第3。3倍濃縮のやつも入れちゃっていいんですよ。めっちゃいい。あ！ 2 回入れてもた。第3は2回入れてもた。やっちまった。あらやだ。第3を。第3。第6やんこれ。バカだな。どうしよう。こうなったら酒も第6入れたら、ほんなら。全部倍に入れたら。そうするわ。その方がまだいいと思う。その方がまだいいと思う。味が。バカだよ。なんでこんな、私も喋りながらさ、なあ、これやったら全部で第9入れることなんで、第9と思ったの。バカだよ、本当にもう何やってんの？急遽今から人参入れたろうかな、ここにちょっと。こっちに入ってるからいいか。タケノコ刻んで入れたろうかな。ちょっとでもなんか。あーやだー。これも倍の量入れるわな。やだ、バカだよ。私何喋ってた今。第一。あーもうこれもう人喋りかけとて。第二。これで第二。第三。こうしないともうおかしくなるやろ。第四。本当に本当に。これでちょっとは、これでちょっとはいいでしょう。味がな。でこれちょっとでも薄めたいから、薄めんでもいいんか。これどういう状態なの、これ。発揮しようて、いつも結構煮汁がなくなるまでするけど、煮汁なくなるまでやったらどうなのこれ。私が今やってることって言ったら何なんですか。でこっちにも醤油入れなあかんやろ。はい、忙しいわ。醤油が4から3、第4から3。うん、第3半ぐらい、これぐらい。タケノコ死ぬほど刻んで入れたろか。なんかここの中に入れられるようなもんあったかな。この玉ねぎ、これはフラノのあれじゃないけども、玉ねぎも入れたろ。ちょっとでも味を薄めたいんだわ。やっちゃってるよ、本当にバカじゃない。バカじゃない、バカじゃない。ああ、恐ろしい。やっぱ喋りながらやったらあかんな。今さらかい。今さらかいう感じやけど。あれ、どうしたらいいかな。みじん切りにしよう。結局
局さ、他に入れてる食材をただ入れてるだけで、わかる？新しい他の食材を入れるならまだしも、同じ食材だけを使ってるっていう。こういう時何が入れたらまた美味しいなのかしら。いや、子供たちこれ好きやから。これもっと弱火でやっていこうか。はあ、やっちまって、バカタレだなんて、バカタレ子、バカタレ子でーす、バカタレ子でーす。めっちゃ美味しそう。うんうんで、ここにやろ。爪生えててよかったぜ。爪なかったらもう血まみれや、今頃。血まみれんです。血まみれんです。まみれんって可愛いな。どっかのキャバ嬢でおりそう。まみれんです。こんにちは、まみれんです。どんだけやだやだやだって。めっちゃおっぱい大きくて、なんかすごい身長低い子って感じな。まみれんです。ね、身長低い子の方がおっぱい大きいよね、やっぱり。私のイメージ。そんなことない？なんかあんまり身長高くておっぱい大きい人ってあんま見たことない、逆に。そんなことない？そんなことないって聞く人。誰も何も言わないぜ。誰も何にも言わないけれど、一人で喋るおばさん。こんなことならもっと早くタケノコをやっといて、タケノコがしみしみになったらよかったな。結構あ、すっげえ美味しそう、この肉じゃが。なんかじゃがいもが黄色やから、なんかまた余計に色が、あんまいらわんとこか。これもうええわ。せっかくの十徳鍋やから一回沸騰させて締めといたよ。そうしましょう。くるっと回り出したら、これ回れへんからな。私はこれをやってる、もう玉ねぎはええわ。玉ねぎはいいとしましょう。次はよしこさんで、んで、よいしょ、これぜ。これが怖いな。トウモロコシ、お母さんくれた。トウモロコシ、お母さんくれた。これまた先っちょのところが傷んでるから、うん、 OK。 これも傷んどるな。
なんかわかります？こんな風になってる、捨てられたなこれ、こんにゃらめ。すごいね、すごいちっちゃいトウモロコシは。ほんでだかといったらベビーコーンいうのとはまだちゃうけどね。あれも美味しいわ、あのベビーコーンで中の芯も食べれるようなちびっこい本物トウモロコシの赤ちゃんみたいなやつ、あれかわいいわ。よっしゃ、これも止めといていいわ。これもちょっといきましょうか。結構煮汁吸うまでってるけど、今日は倍でやってるからにしても、もうちょっと吸わせようかな。怖いわね。よいしょ。もうちょっとで出ようかな。ラップ。早くこのラップなくなれへんかな。全然なくなれへんわ。この出るとこ以外は100点やと思うねんけど。これやで。私これで死ぬ。こればっかりやってるから指示方になったんちゃうか。こなしてそれしか考えられへん。今度病院に行ったら、なんか原因はありますかって言ったら、ラップこうやってたからかもしれませんって言うしかねえな。あのまた肛門専門のとこ行って もういいかな。もうええなこれ、もうええ、お兄ちゃんたち迎えに行ってる間に余計また染み寄るわ。また染み寄るで。ほんまにこれかもしらんぞ原因。こうなったらそうやでな。よし、もう帰ってきたら私これとこれとトウモロコシで十分やろ。十分こでーす。でもこれって左肩か、これ どっちかどっちかな。でも私こういう作業好きやねん。こんな風にこ
こうやってやったりするの。だから昔わさびでわたをしてる時におしぼりを巻き直すっていうのをようやっててんけど、あれはあれで好きだったのよね。綺麗にきっちりカチカチにやった方がいっぱい入んない、おしぼり入れん中に。懐かしいな。今なんかコロナやからな、巻き直しとかもうないんやろうな、おしぼりも。いろんなところが大打撃やったやろな今回。よっしゃ、味噌を後で溶いて、でこれ帰ってきてからチンしてお味噌溶いて、ちょっと味見だけしとこっかな。あれ何これ、フォーク、またフォーク、フォークばっかりやん。あったわ。おいしい。まあいつもちょっと濃いっちゃ濃いかもしれないけど、まあどうせご飯にのっけて食べるからいいとしましょう。まあ失敗は成功のもと言ってもこれで二度と失敗はしませんから、私そういうことです。同じ失敗は何回もしませんから大丈夫です。よっしゃ、これでいっか。よし、そんな行きます。え、1時間やってんの。ほな、帰ってきたらみんなで食べてます。お兄ちゃんたちぐったりしてます、多分。生きてる、生きてる。サンタさんだ。よし、毛玉だらけのサンタさん、いただきます。はい、みんな手を合わせ、いただきます。いただきます。はい、召し上がれ。私はまず味噌汁からいくんで、私は味噌汁からいってください。ダメだこれは。あとこのじゃがいもが欲しいから、じゃがいもから食べてほしい。じゃあ人参1個食べて。人参食べてください。グッド。グッド。いただきます。ありがとうございます。送ってくれた人。いただきます。はい。本当だね。ホクホク、おいしいじゃがいも。うんまこれ、インカの目覚めって、じゃがいもにもいろいろ種類があるんだけど、インカの目覚めっていう名前なんだって。でもね、俺の友達、あ、混ぜた、あのね、お米はね、100種類なんだよ。そんなの、300種類だよ。なあ、でもある、あ、でもある、日本はね、普通のお米屋さん、世界合わせたらそんなにあんの、300種類じゃないでしょ、世界合わせたら、違うよ、日本だけで300種類じゃん。そんなにあんの。お餅になるお米と、あ、お酒になるお米も入れたら900種類。でね、普通の、あの普通のなんか3、40種類やもん。普通のお米屋さんは、あの100種類食べな、で食べな、で、で一番、で一番最悪、一番大変な仕事は、みんなあのふりかけかけて食べなくていいの。30キロのお米をご飯に運ぶことなんだって。へー、そうなの。大人だったら50キロくらい、子供だと20キロくらい分のやつを運ぶ。お母さんも昔番組でやってたんだけどさ、ペットボトル潰してあのゴミ置き場に置いた方がいいか、潰さないで置いた方がいいか、どっちがいいと思う。潰す。なんでそう思う。え、ゴミ箱がゴミ袋が無駄にならない、ちっちゃくなる。例えばだけど、かよトラック、あかり言って、あのゴミ入れるやつが大きくなってたら、あのいっぱい入れたら詰まっちゃうから、ぺっちゃんこにしたらねえな。例えばさ、トラックに、トラックで運ぼうとするじゃん、ペットボトル、で例えばだけど潰さないで入れたら300個しか入らないんだけど、ぺっちゃんこにしたら、倍の600個入るから、運ぶときに
あのガソリン代が減るわけ。結構赤に似てる。似てる、そういうこと。だった。季節外れのトウモロコシやっぱうめえな。ちょっと変な部分があるけど、それは、うん、そこは仕方ない。そういうところもある。しゅん、なんか保湿クリーム塗った方がいいんじゃない？かゆいんでしょ？変なところなんか。かゆいところ。こことこことこことこ。かゆすぎないそれ？噛まれてるなんか。うん。じゃがいも食った後、これ食べたらさ、なんかさ。保湿クリーム塗った。かゆみ止めからかぶった。うん。シュンは前歯がないからさ、トウモロコシ食べにくかったね。ちょっと肉じゃがどう？玉ねぎも美味しいはずなんだけど。うまいよ、肉じゃが。うん。ねずこにだけ。あんた、まあ、人参屋なんだ。一緒にお肉と食べて頑張って。あ、ねずこだ、ねずこ。ねずこだ。はい、点数聞いていきましょう。はい、100点、俺はうまい。あかりちゃんは違うわ。俺も100点。あかりは？あかりも100点。何が一番美味しかったですか？じゃがいも。うん、じゃがいもと、うん、じゃがいもと、まだこれで食べてない。人参も美味しい。嘘つけ。あとこのふりかけも美味しい。あ、それ美味しいよね。もうそれふりかけっていうか、なんかふりかけみたいな、いいよね、それ、うん、だからお母さん、俺はふりかけかければよかった、うん。だから今度さ、冬休みとかでさ、これから夏休みとか、これさえ置いとけばみんなご飯食べるでしょ、子供の人さえあると。お昼、ママいないから。はい、はい、じゃあ入れますか。うん、赤ちゃんもちょっと、赤ちゃんこの前これ食べてたよ、食べてごらん、ちょっと。あ、この前食べてかけて美味しかったでしょ。うん、わかる。お父さんが作るのはさ、これの中に韓国のに入ってるんだよね、これ。あ、そう。あ、また違う味付けでね。うん。めっちゃうまいよね。好き？めっちゃあかりこれ好き。小松菜なのにこんなパクパク食べて。甘くしたらいいんだよね。このぐらい取ります。このぐらいでしょ。うん。あ、ごめんま。何で出したでしょう。何？甘すぎる。お米は何やだっけでしょう。わかんない。お米はこのじゃないの。お米は牛乳。怖いよ。俺わかるよ。もち。お米はお米。いん、いねだよ。え、答え何なの。お餅。お餅？違う、米がお餅になるんだよ。お餅は何でできているでしょう。やったらもち米やけど、うん、お米はお餅でできてないでしょう。うん、あ、そうだったん。あんただから、何々でとかいう、その使い方もっと勉強しいや。意味分かってる。合格。誰やねん、それ。僕です。何やねん、それ。高いです。あー、高いの。あんたも高いです。なんて。え？いつものせーの、ぴょん。おかん。えぇー。えぇー。ベロムネ。ベロムネ。終わりは終わりです。ねーのーむーぶーあんた、やめとけるよ、変な声になってくるから。はい、じゃあお母さんも食べよう。いただきます。うまい。うん。